皆さんこんにちは。今日はフラメンコの今日子供の日さ。違う。あ、そうだね。今日子供の日なんだよね。でも今日はスペインではフラメンコのフェリアの日なので作ってもらったドレスを着て踊りに来ます。あとお化粧もして。お化粧もします。はい。じゃあこれディズニーランドで。今からこのフラメンコの髪の毛のビデオを見てリアトリコの髪の毛をやってみるよ。ちょっと初めてなのでうまくいくかどうかわかんないけど、サイドに少し髪の毛を残して後ろにポニーテールを作ります。2つ結び目を作ってそれをくるくるっと巻いてお団子にしてピンで留めます。で、残した髪の半分で三つ編みを作って、で、お団子の周りにくるんびんと巻きます。丸？うん。あ、こうやってやるんだった。あ、こうやってちょっと開くんだった。え、全部じゃないよ。少しだけ？この、ま、周りにあるやつだけ。ここにあるやつはやらない。はい、これをぐるぐるするの。あとこっちもね。あ、多分こっちが最初かも。いいの？どっちでも最初でも。そして残った髪はこういう風にぐるりんとして、その上からお団子に巻きつけます。それリコの髪型はこうです。はい、こっち向いて。はい、パポン。今度はリアをするよ。パポンパポン。じゃあ消そう。リアの方が髪が短いのでちょっとつけ毛お団子をつけました。いやいや、もうやリアリア動かないで。カエちゃんあったらイエーイ。窓の方向いた方がいいんじゃない。うん、痛い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 。これハリじゃなくハリっぽくない？それリアの痛い。うん、耳つけなくていいよ、痛いから。なんで前より痛いの？じゃあこれはこれ誰よ？リコじゃないよ。じゃあちょっとつけて。リア、動かないで。新しい。だってリコが言うから今行けるの。見ないで言って。見ないで言って。リアが楽しみにしてたのは何ですか？見たくない。え？見たくない。リコは、1年生になることが楽しみにしていた。ました。これなんか回すと近くになるんでしょ。うん。これは普通。できるので。すごいね。今日はリコは黄緑色のイヤリングと黄緑色のお花をつけるよ。あ、ユリア。ちょっと髪型だけね。リアの髪型がこんな感じです。後ろも回ってぐるっと。そう、はい、リアのリコの髪型がこんな感じ。じゃあ前、まあ、じゃあ前からいくよ。うん。じゃあお化粧していい？じゃあ今日今お化粧するね。今お化粧した。何これ？これリア？これリコのだからね。わっ、ピンポンコはリコの方に書いてるのがママだと今は。何？ドラムがあるの。なんとリアは自分でお化粧しているよ。私も自分でお化粧しました。あ、そのままでいいの？え、なんで？ディズニーランドでもらったお化粧してます。取ったよ。あ、それフェリアに来てるよ。フェリア、ね、髪の毛頑張ってやったんだよ、ね、3人でね、並んでね、全部お揃いのドレスなんだよ。ほら、ほら、風船、透明な風船をしてる。
ほら綿菓子とか綿菓子ってコットンキャンディーだ。いや、すごいかわいい。見てこれ。すごい巨大な綿菓子。本当だ。Hasta el último día del premio le sirven todos los panes del mismo. Se puede sumar, juntar, guardar, acumular o dividir y pare hasta el domingo. Un euro vale el tarto, por favor. Las personas son los buenos clientes de todos los días. El artesano, churros, porras, churros, somos los mismos de todos los días. Idénticamente casero. Está hecho a mano. Ya saben ustedes que nuestros productos de verdad los han saboreado previamente. スペインの春祭り、このようにいろんなグループが一つ一つの小屋を建てて、その中で踊り踊るよ。どこがママたちの稼いだだろうね。あ、あっちかな。ちょっと眠くなってきたみたいです。今は夜の10時半ぐらいなんですが、まだまだ続いています。これから多分朝ぐらいまでみんな踊り明かす。これがフェリアデアブリル、スペインの春祭りでした。